皆様どうもいらっしゃいませ。ありがとうございました。またお越しください。ということで、第4回 TCG カードショップシミュレーター。俺は逃げないまあちょっとね、前回、このゲームを極めすぎたが結果心折れるっていう珍しいパターンに、ね、なってしまったんですけど、ちょっと思った以上に続けてほしいという声が多くて、まあ俺からしたらなんでやねんという感じなんだが、ちょっと待って、どんな感じで終わったんだっけ。もうさ、外にね、診断が飛び散ってんのよ。ただ、ショップレベルが20までいっていて、で、在庫が新しく診断出たけど、もうなんかね、嫌になったんだよ。5時間ぐらいずーっと同じ作業。もうね、つまんないあれを見つけてしまったせいで、今の最高率、せっかくさ、こっちを改築したのに使わねえんだもん。ゴミ箱になってる、段ボールの。でもひたすらここにいるやつらの、このエピックパックね。これを、やって経験値を稼ぐだけの作業。これに嫌気がさして、まあ一時はね、引退を考えたんですけど、もう少しだけ、せっかく、買いすぎだろ。もう少しだけやっちゃう、これ。でもね、なんか、おかしいわ。もうね、二度とやりたくないと思って、寝て起きたら、あ、やべえ、仕事しなきゃっていう気分になってしまう。シミュレーションゲームとか絶対向いてないと思ったんですけど、まあ、意外と、ホラーゲーとかよりは向いてるのかもしれない。うん。借地性能ある。で、ちょっと待てよ。新しくこいつらを一回全部除去した後に、もう閉店時間なんで、せっかく新しく解放されたパックを向かないことには始まらない。ちょっとレイジバイトに任せようかな、ザクレイに。でも俺クビにしたんだよな、あいつら。間違えてクビにしてしまったので、一旦雇い直す。遅い。全部遅いんだよな、このチェックアウト速度って、レジのことかな。まあ新しくこいつが雇えるようになったので、20万でハゲデニス、デニス雇おうかな。いや待って、これさ三刀流で行くもはや、まあ、とりあえず今現状はお金稼ぎ自分でやって、こいつらを3体雇って友人レジ3つ用意して、このシステムを完成させる。それだったら俺がパック向いてる暇があるかもしれない。さあでも利益えぐいでしょ。あ、でもあれだ。診断めっちゃ買って、50万円分ぐらい買ったんだ、俺。さあ、31日目、ちょうど1ヶ月。ほら、もうね、並んでるもん、みんな。まあ、一旦ここのエピックパックが全部なくなるまでは、売り切りたい。さあ、オープンして、この間に開けておきましょう。これ、スリーブじゃないんだよ、俺が欲しいの。あれ、俺のエピックパックじゃなくて、レジェンドパック、これか。まあ、一回この外にあるの全部解放しとくわ。うん。これ、解放して、暇な時間に引いていく。で結構ね、いろんな人の動画見たけど、あんなの20万以上のカードとかね、出ない。で、コメント欄でも、普通に30日目とか60日目とか、何ヶ月もやってる人でも出ませんと言っていたので、初動の俺はね、やばかった、あれ。もう一度あの快感を味わわせてくれよ。俺これ、1枚100万円のカードとかさ、ここまで来たら巡り合いたいんだけど。まあ、とりあえずしばらく10万円以上のカードが出てないので、それを狙いつつ、生計立てていきましょうか。まあ、次なる目標レベルは、とりあえず30か。もうランク上げが大変すぎるんだよな。今日も長い収録になるぞ。はい、そうしましたら31日目が終わったということで、これでね、最初の1ヶ月、どの程度利益を上げれるようになっているのか。まあ、収益41万なんで、かなりいい感じになってると思うんですが、従業員3人雇ったんで、今日。35万のマイナス。さあ、こっから2ヶ月目ですよ。で、ちょっとね、変えてみた。これね、まあ、普通の定価よりちょっと高いぐらいの1000円と、定価より若干安い800円。で、これ100円赤字なんだけど、利益。これを100円にすることによって、一番安いパック、どんぐらい買うんだろうっていう。これめちゃくちゃ買ってくれるんだったら、経験値変わんないんで、仮にね、これが大量に買ってくれるようであれば、もう、赤字覚悟でスタンダードパック100円で売りまくるっていう戦法で、レジを2つ用意したので、これで新たに雇ったやつらを、まあ、友人レジ、俺がパック向いてる間もできるという感じで、早速ちょっと新しく、あ、まあ、待ってとりあえずこいつはチェック速度早いんで現金カウンター入れといて、あ、いやいや、ザクレイ棚の補充頼むわ、お前で、君は現金カウンター任せてもいいんだけど、どうだろう、まあ一旦現金カウンター任せてみるか。どんぐらいの速度でやってくれるのか。
で、もう一個ここに置いて、一番人が来るところには俺がやるっていうのが一番いいと思うんですけど、これで買ってますね。さあどの程度取ってく ?32 いや買わない、100円なのに買わない。あ、早いこいつ。まあちゃんと端数しょ、しょってるんでお釣りのあれが、あ、いや買ってる買ってる買ってる、めっちゃ買ってるわ。よし、じゃあこれでバイトたちに任せておいてもある程度はできると思うので、でザクレイが、はい、これ品出ししていますね、えらい。で、こっちはこっちでしっかりと速い速度、まあ速い速度って言ってもクソ遅いんだけどさ、これで、まあ、4人で、うわ5500円いいね、4人で経験値を今集めている状態。どん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 効率化見つけていけ。で、隣のね、あの B の方になんかレジとか立てた方がいいんじゃないかって言われたんだけど、そっちに立てちゃうと客がね、こっちから隣のところに行くんですよ。そこのね、歩行距離が無駄なので、まあ多分こうやって狭いところに押し込めるっていうのが一番いいと思うんですけど、最終的にはね、テーブルとかいっぱい置いてより豊かなものにしておきたいところだけど、これパックから得られる経験値もさ、実はあれなんですよね、利益率なんで。これ 13XP じゃないですか、一番しょぼいパックの方が経験値もらいやすいっていう。出るカードはしょぼくても元の価値が低いから、総価値がね、これ1000円下回ったら全然もらえないんで、いかに元々のパックの単価よりも高いやつを出せるか。だから本当に経験値もらうためだったらスタンダードパックを向いていくのがいいんですけど、さすがにね、これ一生懸命開放したから、おお、臭いの感じしてるぜ。Oh my god、 これが切れてる。一旦これを開放した後に、まあでもなんか臭いやつとかどうでもいいんだよな、正直。不満客から溜まってるけど、客足の数変わってないんで、うん、別に臭くていいんじゃないかと思ってきた。個性だろそれも。臭い、臭さあってこそのカードゲーマーみたいな。臭いと、ちょっと待って、にしても臭いな。うわ、臭すぎるよとか言って入ってこなかった今。信じられない。てめえ、この野郎。まあ、こうやって、ちゃんとファブリーズの補充こそやってほしいんですけど、これはやってくれないの、ザクレ。ザクレ頼むよ。さあ、これで、果たして本日、ショップレベルが、まあ、30は間違いなく無理だとして、あと20時間ぐらいねと。25は目指したいよね。これ結構いいペースで溜まってってるもん、経験値。で、あとは俺が紙カードを出すだけ。シングル売りしたいんだよな、そろそろ。シングル売りしたいけど、シングル売りあまりにも経験値効率悪すぎるから。本当にとてつもねえカードが出た時だけ、シングルで売っていきましょうか。うおー、きたー、きたー、ついに38万。おい、大幅更新きたぞ。おい、だいぶ早い段階で来たぞ今日。やっぱあったんだ、幻じゃなかったんだ。38万来ましたね。これほんと50万見えてきたな。しかも俺の好きなやつじゃんこいつ。しかもね、このゲームなんか、後に対戦が追加されるらしい。対戦できるようになるらしいっす。あんだけいいやつ当てて159しかもらえないの、経験値。1000ぐらいくれよ。普通に。いや、でもちゃんと出るっていう確信が得れたわ。このパックからとんでもないから出るわ。うわ、いいね、いいね。いや、これはちょっとシングル売りするか。B のところにシングルコーナー作ろうかな。まあ、言うて1万円以上のカード今2、3枚持ってるんで、現在9万円しかないから、次なんかさりげなく21レベルになってるから、それで改築とかが増えてるのであればやっておきたい。これ改築した意味あったのかな、そもそもこのゲームって。改築すればするほど人の来る数が増えるとかだったら意味あると思うんですけど。うわ、1万7000、マグノリア、今日運いいぞ。さあ、この先38万円以上のカードが出てくるのかどうか、そこに注目ですね。なんか高いバックだからといって高いカードが出てくるとは限らないんで。いやー、にしてもよかった、ちゃんとパート1が最初で最後の輝きじゃなくてよかったわ。その失踪しなくてよかった。この脳汁があるからやめられねえ。おい、ちょっと待ってくれ、なんか請求書の支払いとんでもないことになってんですけど。55万、一応払えるけど、
払えるけどこんなんやってられないんだが。なあ、ちょっと待って、あれクビにしよう。この二人クビにしよう。ザクレイとデニス、あのね、結局いろんなシステム考えたんですけど、お前終了だよ。お前クビ、クビ。一番こいつらにやらせるのは棚の補充が、結局まあこいつね、補充速度速いなんで、棚の補充が一番良くて、で棚は何個も設置するといろんなところにね客が散っちゃうんですよ。でその歩いてる時間無駄だなと思ったから、一番ちっちゃくてなおかつ一番収納がある最初のこの48ボックスかける3のやつに1人しかね収納ができないんですよ。これ3人で収納してくれたら一番いいんですけど、なんでこいつにエピックのこの64、これが一番ね還元率がいいので、レジェンドパック伝説のやつよりもこっちの方がいい。ワンチャン26にしたらどうにかなるかもしれないけど、それを1000円で売りつけるっていう暴挙をしているんで、ただ1000円だとやっぱ1パックずつ買っていかないな。800円に変えとくか。ただ1個問題があって、ここ値段変えたいんですけど、こいつがここに座ると値段変えれないんですよね。どこ触ってもねこれこいつになっちゃうんですよ。どうしたのボスっつって、よって値段の変更ができない。まあでも1000円でもこうやってバカみたいに買っていくやつもいるから、一生レジをやることを考えたら多数がない1000円、またはエピックの1個上のやつを1000円設定にしたらいっぱい買っていくと思うので、それでもいいんだよな。全然それでもいい。でもね、なんか溢れ出してんだよなこれ。なんか前溢れ出さなかったのにね、ここの隙間から溢れ出すようになっちゃったんですよね。でこの隙間を埋める方法がないので、レジカウンターねギリギリのところに設置してて、現状これが一番いいんじゃないかって思うんですけど、なるべく入り口近くて早く帰ってもらう方がいいから、まあやっぱこの4つが一番最適解になっちゃいますよね。で値上げしたせいで客が来ないから、ちょっとまあ一旦休んでもらって、これ800円にするか。やっぱりでもね、市場価格だいぶ下がってるんで、そこがきついところですよね。だって本当に客来なくなったんだけど、あれおい、さっきまで大盛況だったのに1000円にしただけでこんな変わる。もうやけくそであれしようかな、全部100円でやろうかな。あ、帰ったじゃん、あいつ匂いだけ撒き散らして、信じれん。でこいつ雇ってるのがちゃんと補充させておかないと無駄になってしまうので、やっておきつつ、あーまあ800円だとやっぱ結構買ってくれますね。800円でもね十分利益出てるんで、一番上のパックを1000円で売るより利益出てるんで、それでいいんですけど、だこういうやることがない暇な時間に俺がパックを剥きたいから、一旦これは、まあ、2ボックスぐらい買っとくか、手数料もったいないから。いやーにしても請求書えぐいな、これどんどん増えてくるし請求書。でも気をつけないといけないのが、勝手にねあいつが補充するんですよ。勝手に補充するんで、そこだけ注意が必要で、でまあ最悪これお金に困ったら38万のカードを売りに行くっていうか最終手段が残ってるんで、請求日が間に合わない場合はそれでお茶を濁していく。いやーこれでもお釣り毎回やるのめんどくせえなー。みんなでね3体に同時にレジやらしたんですけど、結局俺がパック向きながらやれるっていう効率の良さはあるんですけど、一人一人の対応が遅すぎて、多分店に入れる客の量が決まってるんですよ。でだからあいつらが遅いせいでどん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 次の客が入ってこれないっていう、そういう二次災害が起こってしまうので、あいつら3人が対応するより俺一人が対応した方が早いっていう判断のもとこうなっております。なんで俺こんなゲームにこんな一生懸命研究してやってるんだよ。もっと脳死で楽しむゲームだろこんなん。こんな店存在しねえよ。シミュレーションゲームなのにこんなにスペース持ち余してる店ねえよ。はい、そうしましたらね、皆さんこちらご覧いただきたいんですが、ショップレベルがなんとか23まで来ました。もう地獄のような作業をねあれからノンストップで2時間ぐらいやって、鬱になっちまうよこれガチで頭おかしくなる。そして今こうしてる間にも電気代が消費されてるっていうね感じなんで、まあ、ちょっと趣向を凝らしてパック一番最新弾のパックと、まあこの利益率が一番いい、なぜか人気なエピックカードパックで、最も安く設定した赤字のスタンダードパックで、あとはレアカードパックを正規の値段で売っていくっていう4つのパックがどれが一番売れるのかなっていう、
ところを次の日で確かめたくて、まあ、プラスアルファちょっと金が本当になくなってきて請求書が払えないんで、まあ、この辺のシングルカードを売りに出しました。で彼ももちろんここにいます。はい、45万出品で強気の45万。言うてこの辺もね4万円近くするカードなんで、まあ、これが売れてくれたら嬉しいなとか思いつつ行きましょう。もう客は100人ぐらい来てるんでね。よし、やるぞ。次のさ、経験値。うわ、めっちゃ並んでる。え、何今のマイナス5000円って。ん？今のマイナス5000円って何？何が5000円マイナスされた？いや、まあ、とりあえずいいか。従業員がね、今、あんまり意味ないんですけど、これ4つ並べたら、うわ、なんかせっかくいっぱい並んでたのに。おい、お前ら、来てくれよ。オープンするの遅かったせいで来なかったんだけど。で、棚を4つ用意しないと、自分が見る用の棚と従業員3人が補充する棚、従業員がね、さすがに買わないか。え、何も買わない、こんだけあって。でガチで金ねえから今何の補充もできない。ただお前らにはここで待ってもらうことしかできなくて、なんだ、え、ザクレイないぞ、何も補充するもの。外で待っててくれて構わないぞ。シングルカードはね 20% ぐらいまで上げても、あれなんかあった何それ、あ、エピックカード、はいはい、うわー、大量に伝説のカードパック。やっぱ伝説のカードパック人気なんだよな。18,090、あ、最も安い。やっぱ赤字覚悟のスタンダードパックはなかなかに魅力的か。あの伝説のカードパックがね全く売れない、とても高価ですとか言われてる。なんで、あー、もう300円ぐらいにしとっか。じゃあ市場価格が若干下がってるんで、最初よりもう利益率ほぼないけど。さあスタンダードパック、お、何か買ってるぞ。マグノリア博士来た。単品カードは何が買われてもダイバード。1パック舐めてる。おお、やっぱ300円にしたらめちゃくちゃ買うようになる。これは4800円。いや今日はねちょっと勝負の日ですよ。てかさ、普通に考えてさ、これレベルのシステム、びっくりした、フルアートの方か。え、でも結構こいつ買ってるぞ。33,000円。いや、びっくりした、45万いきなり買われたかと思ったわ。今日45万売るとこまでやりたいな。さすがに45万は買わないか。怖え、これシングルカード見るたびに。37,000、いいカード買ってる。さあ普通さ、経験値ってあれじゃないですか、次のネクスト経験値これ1万ぐらいあるんですけど、そういうのって、あ、もうびっくりさせんなよ。このカラスのカード多いんだよ、マジ。見た目違い分からんから。でポケモンとかもそうじゃないですか、最初経験値全然もらえないけど、ネクスト経験値が少ないから上がってって、で後半になったら経験値ネクスト多いけど倒す敵が強いから、まあレベルも普通にそのまま上がっていくっていう感じだと思うんですけど、このゲームさ、ネクストの幅だけ増えてってもらえる経験値初期から変わんねえから、言ってしまえば今俺あれですよ、あのグラードンとか使って一生最初のコラッタ勝ってるみたいな、そういう経験値の上げ方でもうね終わってる。最初の草むらでレベル100にしようみたいな、もう鈴木健三みたいなことしないといけない。でこれで暇な時間にまあシングルカードを置いていくか。結構高めのカードあるんで、さすが。あー、でもなんか45万は買われなかったけど、 20% 上げで買われてるから割と未来はある。あとなんかさ、前回出たあの真っ黒のカード、暗黒系のカードが売れないんですよね、なぜか。売れないなんてことあるのかな、これ。このさ、シングルのカード出すのを一番あのバイトどもにやってほしいんだけど、それができないっていう。さてで、これでちょっと待って、一旦この波が終わったら仕入れをやってほしい。どうだ、スタンダードパックやっぱ結構いってる。え、エピックが逆に全く買われなくなった、なんだこの現象。今までエピックが一番人気だったのに。そしてなんでエピック補充できるはずなのに誰も仕事してない、これ。あ、いや、あれ今買ってったよな、エピック。どっから買ってったんだ、この段ボールから勝手に買ってった。そんなわけはねえよな。
で、これをじゃあ2ボックス買っといて、まあ、これもボックス2個、1個買っといて、まあ、最終的にスリーブとかこの辺のものもせっかくだから買っておきたいですね。1日に来る客の人数がなんか100から増えなくて全然、なんで1人の客にどれだけ買ってもらえるかみたいな、そういう勝負な気がしてきたから、ちょっと作戦を変えて品数自体を増やして一気にいっぱい買ってもらうみたいな、そういう戦法でいこうと思います。さあこの辺は雑に設定しておいて、のエピック買ってる。そんなにバラつきないな。なんかどのパックがめちゃくちゃ買われるとかあんまりないか。これ値段設定も赤字覚悟でやってる割にはスタンダードパックそこまで買われてない気がするんだよな。さすがに最新弾の方のカードとかのが人気なあれになっているんですかね。さあそうしましたらね、あれからいろいろ検証してみたんですが、そんなにねパックごとの売れ方は変わらないで、値段もまあ市場価格超えなければぶっちゃけ買ってくれますね、いっぱい。なんでやっぱ一番利益率高いエピック無限に買った方がいいかなと思って、あそこにねもう信じられないぐらい段ボールが落ちてるんですけど、これをやってほしい。あれ他のやつ働いてる？ちゃんとみんな働いてる？俺さデブ雇わんかったっけ？あれデブ首にしたまんま？デブ首にしたまんまだ。ちょ一旦デブ、うわデブ10万かかるんだった。そうだ39万円分買ったんでパックなんで、ちょっとこれでまた貯めたら3人に品出しやってもらいつつ、もうねあるものすべて出しました、全部出した。ここにこれで変わんのかな、なんか結局いっぱい置いた方がいいのか、それで変わるのかどうかもう何もわからん。いろんなことを検証した結果何もわからないっていうことがわかった適当マジで。え、なんか出た、なんとか1000カウンターって出た。1000人目の客？いや絶対俺それ以上相手してるよな。1日100人単位ももう40日やってんだから4000人近くやってるはずさてでもって、あと勝手にクレンザー出さないでくれないか。パックだけ出しときゃいいものの、これクレンザー補充したいんだよここに。でシングルカードはこれ45万、40万にしとこうかな。45万じゃなくて40万でこれでいきましょう。うわこれ69万とか欲しいな。6、待ってこれ40万だよな、ほんとに4万で売ってないの。1、10、100、1000万、10万、100万件。意外とね、そういう勝手にカードショップの値段書き換えるとかシール貼り替えるとかそういう犯罪横行してるらしいんで、このゲームに犯罪がなくてよかった。犯罪上等なゲームかと思ったのに、あまりにも品出し遅いな。久しぶりにパック向こう。なんか俺しばらくパック向いてなかった。まあこの段にあれ以上のカードが入っているのかどうか不明ですけど、10万円以上のカードとか引いてもいいんですよ。10万円引いたらあのデブ雇えるからな。めっちゃサイコパスなことしてるわ俺。ザクレなんて3回首切られてるからね3回首切られてるのにまんまともう一回雇われて働ける精神、さすザクレって感じだな本当に。え、これさ首にしなくて休むにしとけば給料発生しないのかな。これ無駄に手数料渡してる、逆にかもられてる説。2000、あいや3000円ぐらいのやつは出したい。あとこんだけゴミカード余ってるんだったら俺、はあ、びっくりした何これ。え、でもこれ売れないんだよ多分。あの前の段にあった黒いやつもそうなんだけど、アルバムにね存在してないんですよね。なんかいやあれホログラフィックレアだろ普通に。初めて出た。でもうわ高い、キングスターいいね。さっきから特定のカード何枚か集めたら店革命起きるって信じられないぐらい列なんでまあ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 、ちょっと今回の目標は25って言おうとしたけど、これ25に行くのにあとどれだけかかるんだ。とんでもない時間要するんじゃないか。でこのゲームにね壊されてる、普通に生活習慣壊されてる。一旦全部終わったか。え、いない、誰、え誰買ったの、ちょっと待って、いないぞ。来たかついに。じゃあお姉さん、え、おい、は万引きされた。
いや、お前らのどっちかが持ってる。きたー !40 万40万ゲッチュだぜやば、45万は高かったのか。よし、過去最高のスーページ、もうこれだけ畳んでいいわ、もうこれ。もう全然ここ畳んでいい。まあ、一応あれしとくか。経験値でもしょぼいな。シングルの経験値しょぼすぎる。10ってパック2パック分じゃん。よし、これでデブ雇えるぞ。なんなら25になったらこいつも雇える。おい、採用して。なんか23レベルになったことによって、あ、店でかくできるんだよな、21万で。でもこれ店でかくする意味あんのか。客増えてる感じしねえんだよな。待って、次のさあ、でもこれ25か。25でこれ解放されるのか。え、しかもめっちゃかっこよくね、次の。え、25目指して。これ逆に26なんだ。なるほどね。ちょっとデブに仕事を与えないと。おかえり。こいつも補充。3人で補充してれば。ああ、まあそこそこは並んでるね。ちょっとこのクレンザーだけやめてくれないか。頼むから、クレンザーだけやめてくれ。これ回収したい。クレンザー回収して、はい、しばらくエピック祭りで。もうでももうないぞ、今日これ以上は。終わるにはちょうどいいあれなんじゃないか。売れたもんだって。もうこっから25やだ、やりたくない、やりたくない、本当にやりたくないよ。はい、皆様、なんとですね、ここで悲しいお知らせが一つ。まあね、現在46万、結構ねあるんで、請求書そろそろ払うかと思って請求書の方を見たら61万。これ期限1日ってどういうことなんだろう。これ61万って何、無理なんだけど。普通に61万って払えるわけもなく、まあそれっぽい店構えになってき、てかもうこれなんか高すぎるわ、人件費が。なんでこんな大した仕事もできねえやつらさ、28万で雇ってんの。無理やり仕事与えたみたいな感じなのに。はまたクビ、またクビにしてんのか俺、あいつらを。一人でいい、もしかして。ザクレイとデニスいらん。ハゲ一人で十分なのかこれ。さあ今日中に60万、まあ1日の利益大体20万ぐらい出てるんで、いけるっちゃいけると思うんだけど、こいつらがパックを全部ここに詰める作業が気持ち悪いな、この店でも。紫色すぎるよ。でこいつらの仕事がなくなっちゃうので、全部終わったら。そしたらまたカードを補充しないといけなくて、で多分もうなくなるな、あれで。てかなくなったな、補充するカード。なくなってしまったってなったら、俺はまた買わないといけない。おい、これ破産する、ガチで破産する。でこれで買うでしょ、買ってまたあいつらに仕事作ってっていうのの繰り返しで、もう自分でパックなんて開けてる暇ねえよこんなの。もうなんかさ、最終的にこれ全自動にしたいんだけど、俺が寝てる間に、まあでもあれだ、クリックしないと次の日に進まねえんだ。放置して勝手にやって、もう俺裏で違うことしてるみたいな、そういうところまでたどり着きたいんですけど、なかなか無理で。カードの値段もね、もう容赦なく3倍とかにしてる。3倍っていうか 30% 増しぐらいにしてる。じゃないともう経営が成り立たなくなってきてる今。大丈夫かこれ。おい、ちょっと待って、これさ、1日の利益12万ぐらいしか出ないことを考えたら、毎日増えてく電気代と場所代払えねえ払えないんだけど、これだってガチで払えないやん。試合終了のお知らせ、でも一発逆、もうちょっとで25レベルなのに。もうレジカウンターとか売るしかねえよこれ、この辺にあるやつ全部。え、これってなんか早めに払わないとどんどん増えていくとか、そういう仕組みあるかな、借金みたいな。え、この
残りのあれがよくわかんねえんだよ。あ、期限今日って書いてあるわ。え、待って、期限今日、期限今日はやばい。これ過ぎたらゲームオーバーなのかな。ってなったら今日なんとか70万円にしなくちゃいけなくて、まあ1日利益12万出てると思ったらなんとかいけるのかこれ。まあ、最悪お前ら仕事なくても、え、クビにするか。全然クビにしていいけど、賞味全然クビにしたい。なんならクビにしたいけど、どうせ後からまた雇うこと考えたらあれなんですが、え、どうしよう。給料5000でしょ。別に現状いらねえもんな。ちょっと待って、休むにしとこう。これ休むにしたら発生しない可能性がある、給料が。休んでんのに給料発生したらそれはそれでおかしいよな。うん、じゃあなんで俺今まで何回もクビにしてんねんって話なんですけど、あのハゲが補充速度速いだからあいつにひたすら任せて、クレンザー切れた、クレンザー切れてる。クレンザー俺6000円に設定してるから、クレンザーだけは買われないようにしてる。ここで頼むぞ、あと10万。これゲームオーバーとかあるのかな。ゲームオーバーしてレベル1からとかなったら俺泣いちゃうよ本当に。二度とやらないよこれ。いやもう高いカードとか俺持ってねえんだよな。総価値90万円もあんのに、90万円分のカード持ってんのに俺、小粒が売れない悲しさ。オリパなんかにあれ突っ込んでる時間ねえからな。マジあれコスパ悪いからなオリパ。さあこうやっていっぱい買ってくれるやつになんとか寄生していくしかない。そうこうしてる間になんかレベルも結構いい感じに上がってきていて、客の数はね減ってないんですよ。これちょっとまとめときたいな。もうどん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 縮小していきたい。やっぱ広げる意味ないわこれ。店広げる意味ね、ない。買ってくパックの枚数変わらん、ガチで変わらん。棚4つで十分よって、こういうところにあるやつはもうこっち側に移動させて、レイアウトもクソもねえわ。ちょっとなんかさ絵面変えようと思ってやったらこれだよ。この辺の棚とかにかかるお金ももったいねえわ普通に考えて。全部が全部もったいない。さあ並んでる並んでる、列できてる。一番いらないのこのデカさだわ本当に。この広いのが無駄すぎる。店ちっちゃくしてできないのかな、店舗縮小。30万かかるんだもんだってこれ。ただしさえさ改築するのに何十万もかかってんのに、それがなかったら今頃無双してたよ俺。でもこれ初めからにしよう。でも初めからにしたら経験値が取り返しのつかない要素なんだよなもうこれ。てっきりなんかね店広くしたら下だけいっぱい客も来るのかと思ったら、あんま変わってないっていう現実。本当に現実これ。これが今まで俺が頑張った報いかよ。あでも意外と高値で設定してもシングルカード買ってくれている。よし66万まで来た。このカボチャのカード無限に余ってる。カボチャレア、まあ、最悪はここに溜まってるレジ売るしかないね。レジ7万5000円で売れるから、それで間に合うっちゃ間に合う。いやこれ給料発生してないよね現在のタスク休んでるにしてるから。どうなんだろう。でもでも現場には赴いてんだよなこいつら。社長が何も指示出さなかったからみたいな顔してるやん。家で休んでたらそれは給料発生しないけど、職場には来てんだよな。クビにしよう。クビにするわ。一旦クビにする。ハゲで事足りてる。今ねそれどころじゃない。え、あいつらクビにしたことによって給料払わなくていいとかいうそういうバグない。なんでクビにしたやつに給料払わなきゃいけないんだよ。おかしいだろ。さあじゃあこれで70万までは一応いけるはず。今日中には 70? あー OKOKOK これいけますね。あー70万自分に使いてー、自分磨きに使いてーよ70万。さあということでね、悪夢の44日目が終わったわけなんですけど、なんでこれ閉店時間なのにこんなバンバン人入ってくるの。閉店時間でもクローズしなかったら何人入ってくる系、その辺にいるやつは。
まあ、でもこれ以上新しい人は入ってきませんよってことか。うわ、なんとか乗り越えた。あぶねえ。これね、ちょっと給料を払わないといけないのが普通に割に合ってないんで、一旦これ全額70万で支払いますけど、ハゲ一体で今後はやっていきますか。もういいよお前は。あ、でも合計訪問数118だって。めっちゃ頑張った。めちゃくちゃ頑張った。で、これでちょっと今の家賃問題どうなってんの俺。あー、なるほどね。1日3万だもんね、あいつは。1日3万高くね、普通に。で、ちょっとこっちら辺をもう畳んでいきたくて、なんとかなったから一旦エリア縮小。狭くしどく、このゲーム。広くする意味ゼロ。ゼロどころかマイナス。広くすればするほど客が無駄な行動を取るゲーム。ちょっとこの辺片付けたいんだけど、なんとかちょっと売ってくれねえか、頑張って。めっちゃ買ってる。めちゃくちゃ買ってる。あんまりもう仕入れたくないんだけど、仕入れしないってしたらハゲの仕事なくなるから、ハゲの仕入れ速度よりも客が買っていく速度が上回ることを期待。この速度で買っていってくれたらさすがに在庫つきそうだけどな。逆に今までどんだけ在庫あったんだよっていう。まあ、かなりお手頃な価格にしているので、なんか2パックメガネ。いや、なんかほんとキャラによってね、めっちゃ買ってくやつと買ってかないやつも見た目で分かるようになってきたわ。大富豪のジジイみたいなやつ超買うんだよな。女は買わん。女に期待しない方がいい、このゲーム。で、こういうなんか若者っぽいやつにも期待しない方がいい。そう、これブルジョワ系は結構買う。おっさん、おっさんいい。で、これ女は期待しちゃいかん。舐めてる。なんだ、こいつね、買う。これとてつもないぐらい買うよ、多分。全然や。いやーし、いよいよもってしてショップレベルが25になるぞー、これ。いけたな、意外と。意外とっていうか、今日も例のこと5時間ぐらいはやっているんですけど。あと、こいつらだけ終われば。もうちょいか。てかもう1万とか。経験値1万やばいでしょ。これ何パック分だよ、経験値1万って。だって1個5だから2000パックですよね、売ってんの。やっといったよー。25。解放されるのが基本運命パックライセンス。でもなんかしょぼそうだよな。ちょっと30万かかるんだけど。30万かかる。解放するのに30万でしょ、だってこれ。いい加減にしてくれ、マジで。侵入者います。侵入者ブスメガネ。ちょっとこれ一旦、まあ、今日中に30万は集めれるだろうけど、あれなんだよな、バイトもね、もう一人の25レベルで解放されるやつがいるんですよ。そいつがレジ打ちの速度速いだったから、ワンチャンそいつにレジを任せるっていうのがあり。どいつこれ、このメガネ4万か。手数料24万手数料24万。チェックアウトとても早いだもんね。早いじゃなくてとても早いだよ。これはできたら仲間にしたいところですけど、まあ今俺ができるのはこの、でも俺さ、言うてそういやこのパックあんま開けてないんだよな。仕事忙しすぎて開けれなかったわ、このパック。もっと開けたかったのに。40万のカード出して満足したけど、実はまだまだ眠っている可能性は大いにある。32000。え、やっぱこのさ、レアパックの方がいいんだよな。これ紫のパック弱かったじゃん。だから次の基本スタンダードパックだっけ、青いやつ、あれもあんま期待できないんだよな。賞味期待してない。3万円のやつが、まあ、現状今持ってる黒と白のカード除けば一番高い。なんだかんだ売れるからな。でも久しく5万円以上のカード見てない。最初の10万円以上は今までで4枚か。50万のカードとかあんのかな。まあ流れ的にありそうなもんですけど、
さてさてさて、こいつらをじゃあやったら次で30万いく。なんかめっちゃ入ってきた人、30万いった。解放するぜ。こっち解放でいいよな、先。はい、解放しました。16000、16000、なるほど。とりあえず向きたい、とりあえず向きたい。あー、ナイスナイス、いっぱい買ってくれる。これ以上の効率あんのかな、結局。やっぱね、なんだかんだこの仕組みが一番いいわ。店舗縮小に限る、これやめられない。よし、金は貯まった。閉店時間か、そろそろ。うおー、めっちゃ買ってる。たまんねえぜ。ワンボックス以上とかもね、余裕で買ってくれる。たまになんか50パックぐらい買うやついるんで。あ、やばい、ちょっと待って。もう頭狂ってきた。あ、違う、文字が見えてない。はい、おい、どけよお前ら。はい、これは診断が開けてんだ、こいつで。舐めてる、舐めてる。で、在庫絶対客に触らせねえ、俺のもんだこれ。え、ちなみに単価何？ 511？ え、安くね？伝説のカートバッグ641円なんだよね。あれ、これ新たに基本運命パックにしてった方がいいか、もしかして。これ1000円で売れねえかな、基本運命パック。ちょっと一回売りねえ、どんなもんか。市場価格が気になるところですけど、1000円で売れるんだったら一番ありがたい。あ、944。これ1000円にしてても売れそうだな。じゃあこれ青い方に切り替えていきたいですね。まあ俺が向くんだけど、あ、少々お待ちを。これあの診断のカードなんで、よかったら見て。うわ、金色は8円。え、なんかすごくね、輝き方。3円、輝き方すごいけど。運命の基本パック。え、でもひどい、今までの中でダントツに値段低いんだけど。何、なんだこれ。え、ひどい、苦労してゲットしたのがこれ。やばいって。え、損しかしてないじゃん。は？え？一発逆転？もしかして。信じられないゴミか、めちゃくちゃ紙しか入ってないみたいな。えぐいよ、だって。え、いくらなんでもえぐい。今んとこ全部無既存なんだけど。だいたいこのゲーム、あー、でも1570。今のがどれぐらいのレアリティのものなのか。3円とか見たことねえもん、そんな。340ゴールドエディションで340。え、これ一番最初のパックと変わんなくね？詐欺じゃん、こんなの。ガチで詐欺なんだけど。詐欺にあった、これ。え、ちょっと法律事務所に相談してきます、これ。また裁判かよ。え、ま、だったら、ひたすら売りに行く方向で、やるしかないですね。多分これ無既存だよな。まあでも冷静に考えて、ですね、とりあえずこれで客終わりでしょ。今のこのエピック64、まだこっち解放されてないんで、エピック64を27、あ、でも変わんねえか。ん？あれ？なんかさ、あれ？俺さ、今までさ、この64解放するのにめっちゃ金かかるんですけど、これ32と64、64パックまとめて買った方がお得になるのかなと思ったけど、全然変わんなくね？全然変わんないというか、変わってなくね？もはや。単に2倍かかってるだけなのに、アンロックに25万とかかかるから、64解放するやつ、全員バカ説。え、だから多分このカードボックスとかも意味ない。この右に行くほどいいカードが出るとか、そういう何かが存在しない限り、絶対そんなことないもんな。
めっちゃバカみたいなことしてた？もしかしてじゃあ。うわー、まあでも唯一のいいところはこれ511円でしょ。まあ、とりあえず買えるだけ買って、まあ、これがおそらく1000円で売っても客が文句言わずに買うはず。97、やっぱ客の人数変わってねえな。なんで単純にあれが会計が楽になるっていう。なんか見たことないです。見たことない。こいつやばそう。めっちゃ買うんじゃないこいつ。見たことないぞこんな。新キャラ来た新キャラ。これ基本運命のパックにたどり着いたものにしか見えない新キャラじゃない？ちょっとじゃあ1000円の方を置いといて買ってくれるかな。まあ、とりあえず今回はねこの辺で終わろうと思うんですけど、じゃあ最後にもう8パックだけあいつ回復するか。この1パック親父、朝方は1パック、おい買ってくれね。朝方1パック親父出現しがち。さっきの新キャラが気になる。新キャラ帰った？あいつ何も買わずに帰った。レアキャラとかいないのかな。めちゃくちゃ可愛い子来て恋に発展するとか。1パックを舐めた金額で、なんかお釣り渡しづらい金額でやってくるのが一番うざい。でこのパック立ててくるやつもうざい。いいよお前ら、俺はパックをむくんだい。いやショックだよ俺これ。めっちゃ買ってくれてる。しかもこんなさキラッキラでさ超絶レアが入ってそうな見た目してるのに、なんでなんだよ。30万返してよ。6円、ひでえ。経験値も全くもらえねえ。こりゃひでえや。これやってどんどんなんか失敗から学ぶゲームなんで、2周目まず生まれ変わりたい。最強になってまずテンポ拡大絶対しない。あ、またあいつレアキャラ来た。レアキャラでもなんでもないのかもあいつ。テンポ拡大はしないし、64とかボックスの解放もしないし、っていうかなんならあのパックのスタンダードの一番最初のやつ以外全て解放しない。マスコットとかいらない。棚も増やさない、レジも増やさない、バイトも雇わない。シンプルオブザベストパックオールゲームです。シングル販売も言うていらない。うん。クソつまらんゲームとなった。シングル販売もね、本当に40万のカードとかを当てに行く時間があったら、それ全部販売に使った方が40万の利益が出てるんで、夢もかけらもねえって話ですよ。はい。ということで、今回こそ最終回かな。なんか、魅力的なコメントがあったら続けます。魅力的なコメントというのは、単純にもっと見たいですとかそういうのじゃなくて、実はこういうことができますよと、まだこのゲームには隠されたこういう要素があります、実は対戦がもう実装されますみたいな。なんか俺のこの、あ、新キャラめっちゃ買ってくれてる。このランクまで行ったらこういうことがあります、実は100万円のカードがありますっていう、なんかね、俺がまだこのゲームをやりたくなるようなコメントをぜひともください。てか別に全然違うゲームでも、あ、てか俺あれやりたいゲームあるんだ。そのやりたいゲームが実況できそうな感じだったら一旦そっちやるかもしれないんで、まああんまり期待せず待っていてください。僕は割と頑張った方だと思います。ではでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。